ファイナ・メルニクは旧ソビエト連邦の陸上競技選手。1972年ミュンヘンオリンピックの金メダリストである。ウクライナ共和国、フメリニツキー州バコータ出身。メルニクは1971年のヘルシンキで開催されたヨーロッパ選手権の円盤投げで、 これまで西ドイツのリーゼル・ベステルマンが持っていた 63m96 の世界記録を 26cm 更新する64平方メートル2の世界新記録を出し2位のベステルマン以下を抑え金メダルを獲得。メルニクは翌年の1972年ミュンヘンオリンピック直前の8月4日には 66m76 を記録し自身5回目の世界新記録を樹立。 そしてミュンヘンでは66メートル62の高記録でルーマニアのアルゲンティナメニシュラを抑え金メダルを獲得した。ミュンヘンオリンピック直後にメニシュに世界記録を奪われたものの翌1973年5月にはメニシュから世界記録を奪い返す。メルニクは百七十四年のローマのヨーロッパ選手権の前までに十九メートル九十まで 世界記録を更新。ローマでは 69m00 で2位のメニシュに 4m 以上の大差をつけ勝利。1975年8月20日にスイスのチューリッヒで 70m20 と自身10回目の世界新記録を史上初めての 70m 突破で更新。翌年の1976年。 モントリオールオリンピックの直前には7 0ル、5 0と11回目の世界新記録を達成した。モントリオールオリンピックでは3投目を終わり5位につける。4投目に66.40の投てきで4位に浮上。そして5投目に6 8ル4 0を投げるがこれが無効試技となり、結局6 6ル4 0のまま4位に終わり、メダルに手が届かなかった。 68メートル40が有効であれば銀メダルに手が届いているところであった。メルニクは1978年のヨーロッパ選手権では5位、1980年モスクワオリンピックでは予選において記録を残した選手の中では最も悪い記録で予選落ちした。ありがとうございます。